関健次郎級、国鉄バス水口営業所近くの検証費、関健次郎5月6日昭和21年4月1日は、日本の鉄道官僚、柔道家。国鉄バス創始者とも言われる、滋賀県甲賀郡美口町出身。水口小学校卒業、旧正ゼゼ中学校、第五高等学校を経て、1921年に、 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。行動管柔道七段を授けられている。鉄道省に入省。在外研究員となり、1928年にアメリカに渡り、自動車運輸の重要性に着眼し、2年半、欧米にて調査研究を行った。省営自動車の創設に尽力した。当時は外国産のバスに押され、 国産バスについても外国製部品の組み立てが多く、完全な国産はできていなかったところ、運輸局長、久保田圭一の指示により、国産バスの開発を推進した。1930年12月20日、甲子船として、岡田線 57.1km に、初めて省営自動車を開通させた。以後、1931年5月11日の山線。 1932年3月25日に、亀三線をはじめ、全国に多数の路線を建設した。なお、最初の三線は亀が、試験線として作ったもので、車両、道路、運転、営業、民間の補填など、様々な研究を行った。アクロや山道の走行では、ガソリン消費量が多く、燃費対策が求められ、バス用、ディーゼルエンジンの開発を推進した。 バスの開発とともに、大出力エンジンの応用により、機関車、車、建設機械、船舶機関などにも活用できると、その必要性を説いた。千葉運輸事務所長、名古屋鉄道局所務課長、同局教習所長、同局運輸課長、運輸局自動車課長、関東軍交通部次長、鉄道監察官、関東軍司令部,部、関東軍参謀部,部,部を歴任し、 1940年に退官した。退官後は、河北交通株式会社自動車局長、同産与、災難鉄路局長、帝国新担当政会理事、全国自動車燃料会長を歴任した。亀総選のバス、ありがとうございます。